はい、風正です。今日はこちら、メダカ屋さんでメダカを購入してきました。メダカ飼育をして、実は初めてメダカ屋さんに行ってきました。アクアマスターズさんですね。地元にできたメダカ屋さん、昨年の2023年の9月に、できたということなので、まだね半年なんですね。でお店の方はめっちゃねいい感じの人だったので、まあ常連になってしまいそうな、お店です。いやいいな、よかった、本当に行ってよかったです。でそしてね、まあ、せっかく行ったのでメダカ屋さんでメダカを購入してきました。今回はそれの別の種類と言っていいのかな、わかんないけど持ってるんですけど、ま、購入しちゃいました。で、今回はそのお店は、まあ、夢中さんのメダカ、まあ、直でね入れてるやつとかもあったので、直でね入れてるというメダカもちらほらいましたので、結構ねいい感じの品種もいたりとか、まあ、オリジナルというか、掛け合わせしてるメダカとかもねいたりしました。で、まあ、今回購入しようと思ったの複数匹いたんですけども、まあ飼育場がねそんなにうちはね広くないので、もうね、まあ、今年はそこまで増やさないぞと、決めていたので一品種だけ、購入しました。この黒い容器でよかったのかわかんないけど、とりあえず、紹介したいと思います。いや綺麗ですね、やばい、容器が横れてたから何かいっぱい入れている。ブラインシュリンプのあれだ。ではね早速上身を見ていきたいと思います。はい、今回購入したのはこちら。オスが特に綺麗ですね。ミッドナイトフリルの体外光タイプになります。ピントが合ってるのか、いや、オスがめちゃめちゃ綺麗ですよね。お店の方もこのオスは綺麗だと、言われてた通り真っ白ですよね。すごいこのヒレ光。うちはねラメタイプはいるんですけど、まあ、体外光タイプはねいないので今回購入してきました。水が汚いぞ。ミッドナイトフリル体外光タイプは他の種類ですね、漆黒と、ラメですねに比べて違うところといえば普通のヒレですね。そしてヒレにねグアニンが乗りやすい、そしてフサヒレになりやすいと、言われています。まあ、他のね種類ミッドナイトフリルどれも一緒だろうと少し前まではそうね思っていたんですけども、まあ、ちゃんとね調べるとそれぞれね特徴が違うということですね。もうねオスの方のこのヒレすごいですね。上から見てもすごいし、この体外光もすごいですね。いや綺麗だ本当に。まあ、他にもねそのお店では別のところにも、ミッドナイトフリルの体外光いたんですけど、まだね小さかったですね。いや綺麗だ。それでは横身を見ていきたいと思います。はい、
こちらが横見です。めっちゃ綺麗ですよね。このオスのふさひれ具合はやばいですね。メスもしっかりとひれね、具合に、一周こう、出てますね。いや綺麗だ。こんな感じで綺麗なメダカがね結構いましたので、かなりね時間居座っていました。いやほんと綺麗。この子たち室内でこう飼育をねしていこうかなと思ったんですけど、せっかくねもう暖かくなってきたので屋外で飼育をしていこうと思います。いや綺麗だ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はメダカ屋さんで初めてねメダカ屋さんに行ってメダカを購入してきましたと、いう動画になりました。初めてね本当メダカ屋さんに行ったんですけど、いや本当ねワクワクしますね。ワクワクするし、やはりね自分もそのうちメダカ屋さんをねしたいなと、改めて思いました。まだねそんなに販売できるようなメダカとかをね、類代というか、ブリードできてはいないんですけども、やはりねゆくゆくはメダカ販売、メダカ屋さんですねしたいなと思いました。そう簡単にねできるものではないと思いますけど、やはりねモチベーションにもなりましたね。メダカ屋さんに行って、そして何よりねメダカ屋さんに行ってメダカを見て癒されると、そして時間が経つのが早かったなと、いう感じでした。この動画が少しでもねいいなと思われた方、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンを押していただけると嬉しいです。そしてメダカ屋さんのねその情報を、この後載せておきますので見ていただけたらなと、気になる方はねぜひ足を運んでみてください。駐車場もね3台ぐらい、横にありましたので、ちょっとね奥張って分かりにくいところと思いますけど、ぜひね皆さん行かれてください。それではご視聴ありがとうございました。